はい、ということでね、シンデレラのね、動画になります。今回はね、まあ1億どうやって出してるんですかっていうところを、ちょっと解説しながらね、やっていきたいと思います。手元ありのね、なぞりの、映像もね、ちょっとしたらですね、出てきますので、そちらでね、なぞり方の方をね、ぜひとも見ていただけたらいいかなと思います。自分はですね、とりあえずですけれども、9チェーン以上をなぞるのをめちゃめちゃ意識してます。なので、本来はなんか10回、11回なぞると、安定してタイムが伸びていくらしいんですけれども、まあ、自分はね、まあ、9回、10回と、まあ、ちょっと遅いんですけれども、とりあえず9チェーン以上なぞ、出していきましょうっていうところで、やっております。で、この動画も、今見ていただくと分かると思うんですけども、まあ、残り8秒から一気にこんだけ増えております。はい。なので、焦らずにですね、まずは、ちゃんと9チェーン以上なぞるように、まあ、意識してですね、そこからだんだん速さを求めていくのが、いいと思います。で、自分も、まあ、正直まだまだ全然下手で、使いこなせてはないんですけれども、まあ、自分みたいに苦労している方ですね。1億がなかなか出ないという方向けで、動画出してますので、まあ、何億も出せる方はね、参考にならないと思いますけれども、まあ、皆さん、ゆっくりでもいいので、ちゃんとね、9チェーンなぞる意識、あとは、音を聞いてですね、ちゃんとなぞれてるっていうのをね、まあ、確認しながら、プレイしていただけると、スコアがね、伸びていくと思います。はい。こんな感じで、どんどんタイム伸びていってですね、いきますので。はい。という、ちょっとあまり、どうなんですかね。シンデレラってなかなか解説が難しいんですけれども、とりあえずやっぱり9チェーン意識してください。ということです。で、あとはですね、手元の方、この後、流していきますので、そちらの方をなぞり方ですね、見ていただいて参考にしていただければいいかなと思います。それではですね、手元動画の方に行きます。はい、ということでね、手元の方を映していきたいんですけれども、もう残り8秒でちょっとやばいんですけれども、とりあえずですね、今残り8秒で1億まで行ったんですけれども、まあ、ここから、ちょっと手元ありで、自分がどうなぞっているのかっていうのをね、皆さんに、見ていきたいと、見せていきたいなと思っております。で、自分は指でやってるんですけれども、やっぱり手元じゃない時にね、まあ、説明させていただきましたけれども、ちゃんとね、9チェーンとか作るのがとても大切です。はい。いくら早くても、7チェーンとかだと全く意味ないんですよ。タイムボムが出ないので。なので、まあ、自分はね、9回、8回でもいいので、まあ、ちゃんとね、9チェーン以上なぞるっていうのを、まあ、意識して、まあ、下手なりにですけれども、まあ、1億出せるようになったので、まあ、皆さんもね、そういう風に、やっていただきたいなと思います。ではね、早速、手元を見せていきたいと思います。こんな感じ、そんな速くないですよ、自分。ちゃんと9チェーン。今のも多分9回ですね。で、マイツムちゃんと見て、スキルゲージ、いけそうだなって思った時は、めっちゃ早くやっちゃってもいいんですけど。あ、やべ、終わっちゃう、終わっちゃう。あー、2個出たのに。はい、という感じで、ちょっとあまり見せれなかったんですけれども、とりあえず1億超えて、ちょっとこの後もうちょっとプレイして手元どういう風にやってるのかっていうのをね、ちょっと見せていきたいと思います。では、とりあえず3万5000コインが51倍になることをお祈りいたしまして、見ていきましょう。
さあ、51番来たら150万以上、150万以上手に入るぞ。お願いいたします。はい。ですね。あれ？ 1.1倍じゃないですか、これは。おい、結果 1.1 倍なんですよね、いつも。何なんすかね。結果 1.1 倍なんですよ、皆さん。ちょっと隠すんですけど。ちょっともう一回ちょっと軽く、見せていきたいと思います。自分がどんな感じで、なぞっているのかっていうのを、あ、ちょっとね、見せてですね、この動画は終わりたいと思います。なんかね、早くなぞりすぎてもね、結果、結果っていうところがあるんで、こんぐらいでいいっす。はい。で、自分はね、左右左右ってやってるんですけど、もう後半はね、もう上から下へっていうのをね、2回入れちゃってるんですけど、あー、タイムボムが出ない。タイムボムは、本当に運なので、出ないときは出ないんですよ。で、出るときを待つしかない。1個です。で、あとは、スキルゲージ見て、早くボムを消すのか、消さないのかっていう、ここら辺だったら結構早く消して、1個残して、あ、いけるねっていう感じで、やっていただければいいんじゃないかなと思います。あ、やばいやばいやばい、全然タイムボム出ない。2個。一応自分こんな感じでいつもやってます。自分より稼げない人であれば参考になると思うんですけど、あ、ごめんなさい。今全然ダメだったんですけど、稼げる人であれば、あ、稼げない人であれば、まあ、少しはね、参考になるんじゃないかなと思います。ちゃんとね、ゆっくりでもいいので、はい、こんな感じでまあ2個も出ますし、今本当に丁寧になぞってるので、はい、これでもね1個出てますね。あとはスキルゲージ見てボムをゆっくり消すのかっていうところをね見極めていってですね、はい、全然なぞりうまくいってないんですけど、本当にこんなゆっくりでいいんすよ。はい、2個出ております。はい、タイムボムなかなか出ませんね。はい、3つ出ましたね。ゆっくりでも9チェーン以上なぞればタイムオーバー出ます。ゆっくりでも9チェーン以上チャット。3つしか出てないね、今のところ最高で。出るときはね、本当に5、6個出るんですけども、2個。でもこんなゆっくりやっても、そこまでタイム落ちてないですよね。2つ。今、本当にゆっくりにやってるんですけど、ちなみに早くやろうとすると、まあ、こんな感じで、今10回なぞりですけど、本来は、10回なぞりたいらしいです。そうすればスキルループもするし、あ、ごめんなさい。スキルループもするし、タイムボムも、まあ割と出ると、いうところですね。
なんで、もう慣れてきたら少し早くすると。こんな感じで、ちょっと早くすると4つとか出るんで。はい、2個。こんな感じですね。実際のスピードは、自分はこんぐらいでやってます。10回いくかいかないかぐらい。自分は。今は9回ですね。はい。こんな感じですよ、皆さん。なので、皆さん、ぜひ、試してみてください。とりあえず大事なのは、キューチェンジを、やっていただきたいなと、思います。ちょっとスピード上げたらもう27秒ずーっとキープしてますよね。これなんすよ。こんな感じ、こんな感じで、あとはもうずーっと続けていくだけなんで、はい、まあ参考になったら嬉しいです。はい。という感じで、ちょっと、終わってしまうんですけれども、まあ、皆さんもぜひ、シンデレラで、奥、出せてない方、ゆっくりでもいいので、キューチェンジをなぞってですね、まずは、それでね、奥を目指して頑張ってみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひね、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。ではお疲れ様です。